練馬区立中村中学校は東京都練馬区中村南一丁目にある公立中学校。2019年5月時点の生徒数は17、学級522名。学校教育法の施行に伴って練馬区で開設された中学校13校の一つ。校舎は鉄筋コンクリート3階建てで、その他に体育館、柏教室がある。 体育館の屋根には25メートルプールがついており、体育館の横には閣議室がある。校庭は、区内有数の面積で野球部、サッカー部、陸上部が同時に活動しても、支障をきたさず、また、野球などの都大会や区大会などの会場となることも、あるほか、テニスコートが3面ある。中村中学校には、特別支援学級へ含みがあり、普段は、 通常学級の生徒と同じ校舎にある交流教室で学んでいる。体育館奥にある柏教室は美術や通常学級と一緒の授業である選択国語の授業で使われる。交流クラスに入り通常学級の生徒たちとともに交流授業を受けている生徒もいる。運動会合唱コンクールの前には交流クラスで体育や音楽の授業を受ける。 さらに交流給食などでお互いのコミュニケーションを図っている。その際へ含みの生徒たちは、それぞれの交流学級へ赴いている。宿泊行事や運動会、合唱コンクール、総合学習の時、それぞれの生徒が交流クラスとともに活動し、学校の特色ともなっている。その他、ネリーマク内中学校の特別支援学級と合同で、宿泊行事、 文化発表会に参加する。合同文化発表会では、通常学級の生徒と A 含み生徒とが一緒に舞台発表をしている。運動部11、文化部6の計1 7部。また、大会などによって緊急欠部される臨時の部があり、その中でも水泳部、体操部は全国大会入賞もあった。中村橋駅の南方、西部池袋線以南を学区域とする。 区立中学校選択制度があり区内の遠方から通学している生徒もいるが、学区指定による小学校は以下の通り、院は小中一貫教育グループの構成校。ありがとうございます。